鬼押し出しし、浅間園は、群馬県あず郡妻ま井村大浅艦原に位置する、長野原町立の公園である。長野原町の観光施設事業として、地方公営企業法が適用されている。条例に基づく名称は、長野原町へ浅間園。長野原町立であるのに施設が、妻ま井村に所在する理由は、現地が、長野原町の町有地であるため、 1963年8月開設、鬼押し出し溶岩流の範囲一帯は1783年8月5日に起きた浅間山の噴火の際に流れ出た溶岩である。浅間山の前掛山噴火口から短時間に流出した大量の溶岩が火口から 5.5km、広さ6.8平方 km、推定体積1.708立方メートルの 規模で広がり末端部では50メートル以上の厚さに達する海上溶岩で構成されているその姿がまるで鬼が押し出して作ったようだと言われたことから鬼押し出ししと命名されたと言われているなお英語でも鬼押し出しラバフローと表記されている鬼押し出ししの気象を遊覧する施設としては北側に隣接してすでに国土開発が開発した鬼押し出し園が 所在していたが、重複する性格の施設が後発で設立された。原因は、各地の観光開発で、国土開発に対抗していた東京急行電鉄と、東急観光、そして、東急三下にあった草軽電気鉄道が、北軽井沢の観光開発の見地から、現地に、長有地を持っていた長野原町と提携したものである。いわば同時期の、 箱根山戦争の浅間山六番が自治体ぐるみで展開されたと言える。一時は国土開発と長野原町が有料道路用地等の問題で紛争に至っており、隣接施設でありながら、それぞれに直結する連絡道路には、相手方からはアクセスできない時期もあった。このような経緯もあり浅間園は、隣接する鬼押し出し園について一般には言及せず、公式には、 特段の案内も行っていない。これは、鬼押出し,し園の側も同様である。なお、鬼押出し,し付近を通る公共交通機関は西部観光バスしかないため、同社のバス停留所、浅間火山博物館が開設されている。園内には、浅間山と火山の資料を集めた、浅間火山博物館及び1955年に近くで行われた第1回全日本オートバイ、 耐久ロードレースを記念して設置されたオートバイの資料館である浅間記念館、キャンプ場などが併設されている長野原町公営企業の設置等に関する条例。ありがとうございます。